がり。Things got kind of awkward. What? 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 What?見て、カメラで撮ってるよ。あ、もうレイ悪い子だって思われちゃうよ。レイの？うん、今回ね、下がった。下がった？え？下がった。え？下がった。皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのルミです。今日はいきなりお父さんに抜き打ちテスト結果やられちゃいました。レイと仲良く遊んでただけなのにいきなり入ってきてカメラ持ってたから、また5000円企画とか、もしかしてコンビニで2000円とかちょっと期待してたんですけど、まさかの抜き打ちテスト結果。もう最近全然ですね、あのテスト結果の報告やってなくて、中間テストもやってなくて、まあ中間テストもね、あの別に下がることなく普通に今まで通り1位をキープしてたんですよ。でもまあいつもやってるし、まあいいかなと思ってた。結構久しぶりのテスト結果です。で、今回期末テストやって、今日ね、ちょうど英語返されて全教科揃ったんですよ。で、まだ順位とかは出てないんですけど、もうあのテストの点数とかは出てるので、早速発表していきます。で、今回ね、ちょっとだけ下がっちゃいました。ちょっとだけ。でもやっぱ全体的にやっぱこの時期はみんな部活引退して、大体ね、就職進学のためにみんな本気出してくる時期なので、まあね、結構ね、下がっちゃったのはまずいかなって思います。でもまあ全体的に、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけ、本当は普通の科目は5教科なんだけど、3年生から生物とかがなくなって、理科がね、なくなって4教科になったの、普通の。でも他にマーケティングとか課題研究とかがね、他のがあるので、で、今回今手元にあるのが4教科です。英語、国語、数学、現代社会です。で、他がマーケと課題研究がちょっと学校にあるんですよ。どっか行っちゃったんですよね。ちょっとなくしちゃって、多分学校のファイルの中に入ってるのかなって。点数は覚えてない、口だけで言います。じゃあロミね、数学と現代社会がめちゃくちゃ得意で、まあいつもまあよくてね、90点台とか、めっちゃいい時は100点とかでめちゃくちゃ得意なので、一番苦手なのが国語。国語がマジ、現代文ね、現代文がマジでできなくて、漢字とかできるんだけど、なんか文章から文章を読んで、そっから抜き出したりとかがなんかできなくて、そう、かなり苦手なので、いつもだったら70点とかで、あの最近は本当にめちゃくちゃ頑張って、前回が80点だったの。違う、82点だ。前回82点でめちゃくちゃね、ロミの割には現代文で80点台はめちゃくちゃいい方だったので、今回は何点なんでしょうか。じゃあ最初は現代文から。今回の現代文は、ボンミスが多すぎた。いや、ボンミスが多かった、マジで。こんなとこでミスしちゃって、4点くらいもうなくなっちゃって、6点くらいかな、なくなっちゃって。マジでめちゃくちゃ悔しかったです。で、点数が、じゃん !84 点です。見えるかな？前回より2点上がりました。で、本当は81点で、あの、こうやって見直してたのね。で、なんかね、博士弱行っていう意味が、これ、ロミ合ってんじゃね？と思って、合ってんのよ、罰なのかな？いや、でも間違ってんのかなと思って先生に言いに行ったら、まあこれ、OK でいいんじゃない？って言われて、3点プラスになって、48点、81点だったら前回より1点ダウンだったけど、84点に上がったから、2点アップです。マジ嬉しい、本当に。でも、ロミ、今まで現代文を84点以上取ったことはないです。高2の2学期、3学期くらいも84点。最高点がもう84点なんだから、次回は84点の壁を越えたいです。で、ボンミスっていうのが、あの、心をやってたんですよね。なんとかしていることって書いちゃって、本当はなんとかしてあること、あることなのに、ロミ、いることって書いてある。
えちゃって、そこでマイナス3点で、それプラス抜き出しなさい、一文抜き出しなさいのところを変なとこから抜き出しちゃってマイナス3点、だから全部で6点失っちゃって、変なミスでね、他は普通に分かんなかったところですね、間違っちゃったのね。この間違えなかったら90点だったのに、こうそう考えると悔しいですね。でもまあいつもよりはいい点数なので良かったです。はい、まあ国語は普通にロミはいつもちゃんと勉強しても難しく感じます、全然分かんなくて。じゃあ次は数学、数学めちゃくちゃ得意で、前回のテストは確か100点だったのかな、うん、多分100点で、計算問題がねすごい得意なの、文章問題とかそういうのは苦手だけど、で今回なんと全部計算問題だったので、なんかね今回はなんか SPI のめっちゃ基礎問題みたいなやつばっかりだったので、かなりね解きやすかったです、計算問題ばっかりで。まあでも難しいのもあったけどね。で点数はいきます、じゃん、100点です。前回と同じ、アップもダウンもしてないです、100点です。ガチ嬉しかったマジで、やっぱり得意な評価こそ100点取りたいなと思ってたからマジで嬉しいです。でまあこれはプリントがあったんだけど、プリントの中から本当に同じような問題がね全部かな出されてたから、マジでこれはプリントやってたので、まあ良かったです、100点取れて。次が現代社会でいきます。現代社会がね前回の中間テスト惜しくも99点だったの。なんか表を読み取ってなんか答えるやつで書き足すのを忘れちゃって、そこでマイナス1点されて99点で、めちゃくちゃ悔しくて、もう絶対次こそ100点取ってやると思って、なので現代社会はめっちゃ勉強しました。でもね記号問題とかがちょうどロミが難しいなって思ってたところが記号問題になってたり、めちゃくちゃ問題は運が良かったです、ロミに合ってた問題でした、マジ本当にこれやばいかもっていうところが記号問題になって、もうありがとう先生ありがとうってなりました本当に。で点数が現代社会、じゃん、100点です。前のさ中間は99点だったからガチで嬉しかったです。で今やってたところやっぱ内閣総理大臣とかそういうところですね、うん。で前より文章問題、表を読み取ってっていうところがあんまりなかったの、短い文だったから、そこもねめちゃくちゃねもうマジラッキーでした。なので100点も何人かいて運が良かったですこのテストは。でも次はどうだろう、2学期中間なんか難しくなりそうですね。で次で今手元にあるのは最後 A 込みです。まあ多分皆さんの言い方は込み A ですね、だからもう A 込みって言っちゃうんだよね。はい、で A 込みが前回97点で、結構ねいい点数だったんですよ、いつも良くて90何点、まあ、悪くて80何点とか英語ね。で英語はワークとかやってれば結構ね取れるので、リスニングとアクセントがめちゃくちゃ苦手で、そこら辺は全然できなくて、で今回結構難しかった。で点数発表します。前回が97点、じゃん、92点です。5点ダウン、これが下がったのロミ。できなかったのはリスニング、リスニングさ本当ロミバカと思って、問題をね見返してたの、こうやってリスニングどこ間違えたんだろうって、今回結構聞き取れたと思ったんだよなと思って問題見たら、選択肢が1、2、3ってね3種類選択肢があって、その中から選ぶんですよ。で2番にロミ丸つけてたのね。であれ2番に丸つけてると思って、でこっちに書いてあったのが3番で、書き間違いなのこれ、ガチ悔しかった。これ2点マイナスです。そう2点マイナスで、あと他は普通に分かんなかった。であと最後の問題、まあ1点が2問のやつが、ちょうどロミの学校に ALT の先生が来てて、その人の言ってたことを思い出して書くみたいなやつの、英語で書くみたいな。でロミね、ちょうど ALT が来てた時に学校休んでて聞いてないわけよ話だから、全然分かんなかった。でもまあ2問だけで1問1点だから、ほら見てここゼロなの、ここ間違ってて、はいここです、まさかの2点中0点です。なんか国旗の色かな、国旗の色を答えろみたいな。でロミは3って書いてて答えは6、6ね。であと動物、なんか、ね、質問の意味も全然わかんなくて、動物の選択肢がいっぱいあって、この中から1つ選ぶみたいな。で適当に弱そうな動物を選んだんですけど間違ってましたね。でも前より5点も下がっちゃったので、これはショックですね。はい、で今手元にある4教科は以上なんだけど、他マーケティングと課題研究が俺も覚えてる点数あるので、それが確かマーケティングが97点かな、多分
一問間違いだったの。その一問もルミ最初に選んだやつが答えで、でルミ、あ、違うかなと思って書き換えたんですよ、違う選択肢にね。でそれがまた罰になって、今回ボミス多いですね。でもう一個パソコンみたいなやつなんですけど、課題研究ってやつが89点かな、89点です。まさかのあと1点で90点台だったのに、惜しくも漢字間違いですね、なんか漢字とかいろいろ出てくるんだけど、そういう間違いでした。まあ、今回はトータルで合わせたら確か1点ダウンだったの。なんかね、7点上がって8点下がったから、全部合わせると全教科の点数合わせると1点ダウンだったから、まあそんな本当にちょっとしかね下がってはいないんだけど、でもまあね、ちょっと悔しいですね、下がっちゃったのは。ちょっともう上がってほしかったですね。はい、ということでロミのテスト結果でした。まあ本当にね、なんか中間テスト終わって3、4週間後すぐにもう期末で、めちゃくちゃ早かったから、であとはもう夏休み待つだけで、まあ夏休みは思う存分楽しみたいと思います。まあ勉強法とか気になるっていう方は、あのこの動画でね詳しくやってるので、ぜひね、あの見てみてください。まあ基本読んで書くっていうのがロミの勉強法で、数学とかも何回も解く。で国語の勉強法は逆に教えてもらいたいです。ぜひ国語の勉強法を教えてください。じゃあということで、またロミのテスト結果、勉強法見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ロミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。